どうもこんにちは、モンブランです。今日はね、重い Windows 10を軽くする方法について説明します。時々 YouTube とかで Windows 10を高速化する方法っていう動画があっていますけど、あれはかなり語弊があります。パソコンを高速化するには部品を交換するか増設するかしかありません。ですがパーツ交換しなくてもね、重いって感じるのは軽くすることができます。その方法は3つです。 1. 不要な視覚効果を削除する。 2. コンピューターに本気を出させる。 3. 不要なプログラムを停止する。1については実際はシャキシャキ動くんだけども、 Windows 10はね、結構アニメーションの効果を多用してるので、それでね、ちょっとぬるっとした感じになるので、それを削除すると体感速度が向上すると。考えてみてください。コンピューターの使ってる中で CPU とかが本気を出してる時間ってどれぐらいあります？ほとんどないですよね。実際は体感速度だけが向上すればパソコンはサクサク動いてると人間は感じます。2については、Windows 10の初期状態では、パソコンに本気を出させる設定にはなっていないので、本気を出させる設定にします。ただ、ノートパソコンでバッテリーで駆動しているときにこれをやると、極端にですね、消費電力が上がってしまって、電池が持たなくなってしまいますんで、ノートパソコンでバッテリーで使う場合は、バッテリーのプランを使ってください。3については、そのプログラムが必要か不要か、サービスが必要か不要かを自分で判断しなければならないため、間違うとね、必要なものまで消してしまうので、今回の動画では説明しません。ではまずね、不要なアニメーションを削除して、Windows の体感速度を上げます。まずマイコンピューターを右クリックして、プロパティを選んでください。次にシステムの詳細設定。これパフォーマンスっていうところがありますが、ここの設定を押してください。多分ね、デフォルトだとコンピューターに応じて最適なものを自動的に選択する、これが選ばれていると思います。この状態でこの下のね、アニメーション関係を削除していきます。これは不要ですね。この最大化最小化のアニメーションも切る。フェードアウト効果も切りましょう。さらにドラッグ中にウィンドウの内容を表示する、これも解除しましょう。ドラッグ中にウィンドウの内容を表示しないにすると、こういうふうにね、枠線だけになりますので、ずいぶん軽くなると思います。これでずいぶんね、サクサク動くようになります。もしアニメーションが欲しい場合は追加していけばいいです。で、不要なアニメーションを解除したら適用をします。そうすると、こういうふうにね、メニュー出るのも一瞬で出るようになりますんで、体感的には随分速くなります。2、コンピューターに本気を出させる。Windows 10はインストールした直後は本気を出す設定になっていないです。これはですね、その昔、発熱の大きかった Pentium 4の時代に CPU ファンがすごくうるさいっていう苦情がありまして、なんとか音を下げられないかっていうことで CPU を冷やす機能をたくさんつけたんですけど、 Windows 10はデフォルトで最大でそれが効いています。まずは設定、システムを選んでください。電源とスリープ、電源の追加設定で、プランの設定を選んで詳細な電源設定の変更を開いてください。ここでですね、プロセッサの電源管理を開いてください。
まずプロセッサーアイドル無効、これが通常はね有効になってます。でこれって何かっていうと、自動車でいうところのアイドリングストップです。ちょっと想像してみてください。アイドリングストップってどういうものかって言ったら、信号待ちで止まったらねエンジンを切ります。で再スタートするときにはエンジンをかけないといけないので、少しね遅れるじゃないですか、スタートが。それと全く一緒でね、アイドルを有効にしておくと負荷がかかったときに急に動き出すのに時間がかかるんですね。なのでこのアイドル設定を無効にすることで随分処理は早くなります。次に最小のプロセッサ状態、これ 5% になってました。ですが 5% って言ってもね、加減は決まってるんですが、要するにね仕事が暇な時は休ませておこうっていう、少しゆっくり動かそうなんですけど、これも処理負荷が高まった時に急激に、処理速度を上げようとするとね、そこで遅延が発生するので、これも 100% に変えます。で最後はこの最大のプロセッサ状態が 100% になっていることを確認して OK です。これでコンピューターが本気を出すことになります。ただしさっき言った通り、これは CPU を冷やしてね、 CPU ファンの音を静かにする機能なので、本気を出させると結構ブンブン言うマシンが出てくる可能性があります。またラップトップの場合ね、バッテリー駆動でこの設定をやってしまうとすぐ電池がなくなってしまうので、まあ AC アダプターをつないだ時は本気を出させて、バッテリーの時はね省電力プランを使うっていう風な使い分けが必要だと思います。たまにここに CPU アイドルの設定が出ないパソコンがあります。その場合はですね、概要欄の方にレジストリーのキーを書いておきますので、次の作業を行ってください。まずデスクトップで右クリックして新規作成、テキストドキュメント、これを選びます。開いて概要欄に書いてある、レジストリーキーをそのままね、全部コピペします。で上書き保存して閉じます。で名前の変更から拡張子を REG、 これに直します。はい、押します。これでダブルクリックするとこういう情報が出ますから、これもはいです。で正常に追加されました。これで再びね電源設定の変更を開くと、ここにアイドルの設定が出てきます。もしねここのファイルの拡張子が表示されなかった場合は、マイコンピューターを開いて表示のところからねファイル名拡張子っていうところをオンにすると拡張子出ますので、ここをオンにしてください。はい、ということでね、今回は動作の重い Windows 10を軽くする設定について、お話ししました。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。